涼しいですね。やっぱそうね、ちょっと、あ、本当ですね。気持ち寒いぐらいだね。寒い。いや、俺もう一番に行ってなんか先に見つけた。車なし、いない。ライバルいません。いや、そうやね。はい。いや、もうあんだけベトベトになって塗って3時に起きてるんだから取らないと。そうだよ。いやじゃないですか。本当だよ。ここら辺からやろ。この辺からですね。この小道やろ。うん、はい。わ、やっぱ匂いが変わった。あ、あ、え？ちょっとこれなんですか。何？これは違うけど虫が。ゴキブリじゃないこれ。あれ塗ったかな。なんか焦るね。いやいや、ちょっと山と先行かんで。いやいや、この辺もう俺が指紋が取れるぐらい。あ、いた、またはこの虫だ。こればっかり。こればっかり俺やん。この虫しか取れない。塗ってるとこ見つけて喜んで。この虫。またこの虫。この虫何なんですか。あれ？これクワガタじゃないの？どれ？これクワガタだよ。口あります？うん、メスで、メスじゃない？ちっちゃくないですか？違います。クワガタだよ、ヤマト君これ。いや、本当に取ったらいいじゃないですか。ヤマト君取って。ねえ。ピンセット買ったんじゃない？取れないとき。さっきのと違うよ。ゲットだぜ。本当？うん、メスだよこれ。もっと確定ゲットしたいな。なんかでも中途半端。いや、まあまあ最初はこれぐらいで。そう、でも多分メスだと思うよ。先に見つけないがゆえにもう先に進んでしまう。ああ、これガとかクモとか。結構集まってます。ここまた種類がいっぱい。いや、虫はやっぱでもめっちゃ面白い。わ、なんだか変な虫が。やっぱゼリーにはめっちゃ止まってきたりしてんな。ガと、いろんな虫が集まって。いや、そうね。これ、期待がどんどん膨らんでますね。俺はもう一点勝負やから。いや、意外といないね。もう俺の中じゃ5匹ぐらいカブトムシが捕まってるはずなんだけど。はい、あ、いた。いや、嘘。クワガタ。いました。どれよし、ゲット。いやこれ僕ですよ。わ、すげえ。これメスじゃん。オスじゃないですかこれ。あ、オスか。あ、やっぱさっきのメスじゃん。かわいい。わ、もうペアで捕まえたね。下にいた。ここにいましたね。わ、すげえ。カブトムシも欲しくなってきた。どう？え、どう？いた。嘘。オスが。え、オスクワガタがいてる。あれ、ひっくり返って。あ、本当だ。ちっちゃ。山さん、引くぐらい集まってるよ。山さんのアリに好かれる。ちょっとこれゴミとして回収した方がいいのに。いや、もう山さんの仕掛けに消えたね。アリ地獄です。うわ、見ごき、すごい量す。いや、これ、このビジュアル。クワガタもカブトムシも寄ってこないよ、こんだけ。こっちにゼリーも置いたんですよね、俺。あれ、ゼリー。あ、ゼリーあった、ゼリー。あ、ゼリー。わあ、またアリ地獄。すげえアリ来てんじゃん。これ捕まえに、カゴに入れるよ、アリ。ヒルさんの仕掛けがここです。うわあ、なんも。アリすらいない。いや、本当に、あのアリもついてないね。意外といないんだね。本当ですね。俺もうちょっとわさってね。うん、カブトムシがいると思った。ここら辺やったね。あ、またぶら下がってる。これ俺のぶら下げたやつです。キー黒さってる。アリもいないね。いや、何もいないね。あ、あ、違うか。え、ヒロさん、カゴなんか入れてる？何も入れてない。わあ、またあの黒いやつか。
いない。俺入れてますけど。何を？あ、カブトムシじゃん。はい、何？え、なんで？いや、俺カブトムシ取ったんですよ。どこで？自分の仕掛けです。いや絶対俺のさっきのパンストの裏についてました。なんかなんで今見せんの？なんで今中に入る？ここまで来させたかったから。不自然なんだよな。いやいや、ほんとだって。え、なんでもっと驚かないの？いや、なんかね、なんか不信感が、なんかね、見せ方が、いや、見せ方が変なトーンで見せてきた。見せ方が不自然なのよ。あ、いたとか言ってくれればいいの。じゃあ、いたとか言う。もう、あれの俺のパンストの裏に引っかかってました。おーっていうの欲しいですよね。そういや、俺のでって、おーっていうレベルじゃメスか。うん、いや、メスでもまあ、すごいけどね。その時見たら、おーって言うけど、なんか変な見せ方。なんか誰かから借りてんのかなとかさ。借りてないですって。なんか変な疑いが。ちゃんと撮ったとこも、あのカメラに押さえてるし。見てんの。いや、なんか発表の仕方で滑ることあるんだと思って。せっかくカブトムシ撮ってんのにね。変な虫しか。来た。どうですか？ほら、裏に。裏にいます。ほら。メス。来た。これ立派っす。これ立派やろ。いた。ほら。やった。ゲット。よし。内緒しとこう。内緒しましょう。これは先生言ってたの確実にいたな。実はいるけど見つけられてないだけかもしれないしね。じゃあそれ引きちぎってやったんだけどね。これが今日一番嫌だった。このなんか何なんこれ。何が入った今セミ。あ、びっくりした。切れた瞬間になぜセミがぶつかってくんだろう。いや、いないもんだな。やっぱ甘くないですね。うん、キャンプしてると不意に飛んできたりするけどね。ああ、そうですね。カブトムシはクワガタとかカブトムシ。これパンスト？パンスト。これ何、山田君？これつかない。これいや、ナビ以外にやってる。帯じゃないこれ。ここもなんか甘とく。早朝ゴミ拾いロケになってる。え？いや、でも朝からゴミ拾って気持ちいいですね。あ、猫だ、ごめんなさい。え、猫？猫が寝てた。ね、猫にごめんなさいって言ったの。はい、かわいい、寝起きの。わあ、そっか、寝てたの。猫ひろし、実現しました。あ、出た。猫ひろし。猫ひろし。確かに。猫ひろし。あっちに一個あるって言ってたじゃないですか。そう、あのテニスコートと幼稚園の横にある木が一番のスポットっていうのは、うんうん、そこだけ行かないですか。確かにそれは言ってたね。おお、コオロギ。コオロギ早くない？コオロギ。あ、コオロギ、うん、はい、欲しい？欲しい。どこ行った？こっち、ここ、そこ。あ、これ、わー、早っ。これどこいる？これ帽子で。網は？網。あ、網は？どこいる？取れました。ありがとう。なんで？アロワナの餌。俺アロワナ飼ってんだけど。はいはい、知ってます。でかい魚。自分で取ったじゃん。いや両手空いてないから。山田君平の得意やろ。平の。ありがとう。いや、怖いですよ。初めてゴミじゃないの拾ったんじゃない？あ、こっからじゃないですか、テニスコート。うん。あ、なるほど。なんか一本だけあるとか言ってなかった。うん、手前って言ったの。ちゃんと先生の話聞いとけよかったな。ここら辺じゃない。あー、これは？どれ？メスじゃない？あ、メスだよね。あ、これメスですね。ねえ、あら、届いた方がいいね。いや、これメスでしょ。あ、かわいいな、クワガタ。見て。あ、かわいい。クワガタかわいいね。かわいいです。俺のクワガタかわいい？いや、コオロギ。コオロギとクワガタ。あ、元気っすね。かわいいね。え、そんな昆虫館に。あ、めちゃくちゃこれギュッとしてんね。なんか二人きりでなんかしてる。
どうしたんですか。え、ちょっと何、どうぞスパローズのロケに変更するかな。いやあ、照明さん。はい。もうじゃあネタから始まった方がいいかな。ネタ財マンぶっぱなす。いやもうぶっぱなすと言ってる。ネタぶっぱなすだって。ネタ覚えてないから。財マンぶっぱなしてやる。いやよく言えるね。あ、もう夜明けだよ。夜明け。夜明けが綺麗だね。なんかこの辺カブトムシっぽい匂いが。いやそうなんだよ。取られまくったのかもしれないですね。だからそう、あ、だからその可能性もあるよね、はい、クワガタとかあのストッキング周りにワンサが集まってたのかもしれないよね。もっとまめに見に行かなきゃいけなかったかもしれない。やっぱ蜜塗るって虫が集まるから可能性は高いんでしょうね。いた。嘘でしょ。嘘よ。メスでも本当にめっちゃ蜜舐めてる。本当や。よう見えたね。本当や。すげえ。あ、本当だ。メス。抜いたらオスなんじゃない。あ、うわ、すごい。抜いたらオスかも。お、メスだ。すごい。よく見つけたな。これよくこの状況で見つけたよ。悔しい？うん、あんま。なんかあんまり。急に俺がメス見つけた木を二人で見出したな。いや、すげえなと思う。な、払えてきた。うわ、いた。うわ、すげえ。何がいた。クワガタ。すげえ。オス。あ、あ、メス。オス。すげえ。ほんとや。すげえ。ほら、うん、うわ、すげえ。オスじゃん。オス、オス。すげえ、すげえ。クワだけど。すげえじゃん。楽しい。いいね。どこにいた。どういうとこにいた。ちょっとね、意外に低いとこにいるよ。カブトムシも情報聞くときは優しく。意外と取れてきたんじゃない。いや、意外と取れてるよ。じゃあこの辺で一回成果見ましょうか。わ、クワガタかっこいいですね。かっこいいね。俺も取りそう。ちょっとあげてさっき。俺メスだから返そうかなこれ。うん、自然に。うわあ、すごい。すごい。あれ、1、2、3。あ、オス取らんかったっけ。オス取ってないの。あのクワガタ取りましたよ。あ、クワガタ。元気いいな。そうそうそう。カブト、カブト、クワガタ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 、コオロギ。こんなもんかな。こんなもんすかね。いや、うん、結構取れましたよね。こう並べてみると。ね、ちょっとカブトのオスが取れなかったから。うん。取れた方じゃない？うん、あー、いや、いいって飛ばしても。もう木だけで止めれるようになったね、今。いや、それ飛ばしていいって。もう触れないで木で止めてるね、今。いやいや、もう逃がさして、逃がさして。これいいから。さよなら。これ、こっから。形はこっちの方がかっこいいです、ね。あ、そうね。あ、でも一緒の種類じゃない？そうそう、コクワですよ、多分。コクワ型。痛いかな。ん？痛いよ、痛いよ。まあ、やめとこう。え、大丈夫じゃない？やってやって。俺ね、先端恐怖症なのよ。山田君、あ、佐藤ちゃん、ようやるね。結構すごいね、勇気が。勇気、すごい。いや、佐藤ちゃん、そんなタイプだったっけ。いやいや、あのクワガタとかめっちゃやってたんで。なんで噛まないの、これ。なんか、多分そんな弱ってるかもしれない、ちょっと。すごいね、そこに指を入れれるって。入れてみてください。いや、もう怖いもん。あ、そっか、俺、虫除け塗ってるからかな。いや、山田君、やおぉ怖いよ、普通。じゃあ、終わりますか。終わろうか、はい、もう十分じゃない。うん、終わっていいですか。